久保さん今回「未熟の身にしましょうか。はい、まああのねこの「億万長者」シリーズがなぜ999話で止まるのかっていうねあの1000話を10年後に公開しちゃろうと僕は思ってるんで <laughs> バックアップ取ってますからあの千話の久保さんと僕が1000話に対しての回答した1000話っていう令和じゃなくて1000話っていうね10年後に公開しようかなと思うんですけど <laughs> まあだから、あのー、楽しみですね。なぜ億万長者シリーズは 何千本撮ってきてるのに、この999-39で止まってたのか、実は線0があるんですっていうね。10年後に、あれから10年みたいな <laughs>。久保さんと僕も年取りましたみたいな。ついに、まあ10年後のプロダクトロッチですね <laughs>。10年かけて <laughs>。でも別に何も商品売らないみたいな <laughs> ただ無料動画を公開するだけなんですけど <laughs>。そう。うん まあでもね、あの、僕は、ま、今回、未熟の身なんですけど、まあ、結局、その、まあ、まあ、当時からもやってますけども、やっぱ、ああいう質問が来た、ああいう、ね、億万長者合宿の,あの参加したらいくらでも金払いますよ、と、億万長者になれるんだったらいくらでも払いますよ、みたいな質問が来るような、まだ発信。要は、ま、その程度の発信しかできてなかったっていうことですよね。だから まだまだ未熟だなって僕は思うしあ、あそこからいろんな学びがあったし、うんだ今も僕はその、まあ、10、まあ、ネットビジネス17年やってますけど、僕、ヒカキンさんがね、YouTube はね、終わりなきマラソンだみたいなね、話をしてたらしいんですけども、本当にそうで、まあ、ビジネスっていうか、その、僕はゴールがないと思うんですね。常にやっぱ未熟というか、 まあこれ包丁に僕例えるんですけどもどれだけ素晴らしい包丁を手に入れたとしてもやっぱその研がないと錆びるんですよ使えなくなるんですよですごいいい包丁なんですよ切れ味抜群何でも切れますだけどそれ研がなかったらね磨かなかったらメンテナンスしなかったら切れなくなるんですよすごい包丁でもねすごい剣でもねまあ武士道みたいな だからなんだ武士の,その、まあ、昔なんであれですけど刀で戦国やってた時は、まあ、多分ねすげえ磨いてたと思うんですよ、ね、そのいい剣でもね磨かなかったら結局切れないのでだから終わりないんですよね常にメンテナンスしないといけないし常に磨かないといけないしだから常に未熟であると、うん、だから天狗になったら終わりだなって僕は思ってるんで実際僕も過去の経験上で天狗になったことがあります 社長になってねいい、いい気になった時期があります。なんか名詞ね、社長みたいな。代表取締役社長にっていう名詞ができてね、俺も社長まで来たか、みたいなね。ちょっとね、社長っていう名詞で天狗になった時もあるんですよ。まあ、全然良くないですね。<laughs> あの、<laughs> <い>うまくいかないです。天狗になると。なかまあ、常にやっぱ、まあ、謙虚であるというか、まあ、発信はね、強く発信することありますけど、僕の内なる心の中では、常に未熟であると。常に、あのー、 修行してななないとい,ないなっていうところがあるので続けられるっていうのもあるんですね常にメンテナンスする常に発信をする発信をするということはメンテナンスにも含まれてるし守りも含まれてるし攻めも含まれてるし、まあ、全部含まれてるんですけどうんだから稼いだら終わりじゃないですよ稼いだ後もメンテナンスが必要なんですよねだからまあ終わりなき旅ですねうんまあ多くの人はそのすごい 包丁すごい剣を手に入れたらもう冒険終わりだと思ってますけど冒険は続くんで、うん、うだからね未熟であると自分は未熟であるっていうことをやっぱ前提に置いといた方がいいと思いますねただ未熟だけどやってるよっていうところはああの言っていく自慢していくしそれはもうさすがにここまでやれる人いないんでうん人がやれないことを自慢して何が悪いと。<laughs> そうじゃないですか逆に言うと自分の強みを自慢しないんだったらビジネスにならないですよソニーの強みトヨタの強み日産の強みそれを自慢していかないとビジネスになんないですよいやーやっぱり日産もう,うちのその EV カーいいと思うんだけど自慢するとこ何もなくてやっぱトヨタさんには勝てないねっていう営業マンから買いますよ日産の車買わんでしょ うちの商品はここがいいんですって自慢していかないと強みをね僕は強みはあのー、これできてると思うんでなぜならば販売した後3年もこんなやり取りしてるやつらいないんでそれはやってるよっていうのをねあのー、それは自慢していきますね強みとして <laughs> やれるやつがいないからだけどうちに持ってるものは未熟であるっていうことですね常にうん 動画をこう発信して偉そうに喋ってるけど、あなたより頭悪いよと。みたいなね。まあ、たまに言うんですけどね。あなたよりキモいし、あなたより頭悪いし、あ,あなたよりアホだし。うん、だからやるんです、みたいな。<laughs> そう、常に思ってますよ。で、逆に言うと、なんで僕より頭いいあなたがやんないのっていう。なんで僕より成績取ってきたあなたがやらないのっていうのはね。僕はいつも思うんですよ。 僕よりね、絶対視聴者の方で、僕より学校の成績良かった人、いっぱいいますよ。いっぱいです。三者面談の時ね、お宅の息子はね、どこの高校にも入れませんよと。当時ね、あの一番不良が行くようなバカな高校があったんですよ。大宮高校っていうね。そこにも行けませんよって言われましたからね。だけど、一応まあ卓球やってるんでね、まあ多分大丈夫だと思いますけど、この成績だと正直すいません。大宮高校にも行けませんって言われましたね。 うんだから、まあ、それぐらいの僕、おつむだったけど、今、自由にやってるわけですから、まあ、普通にね、僕より成績いい人がね、ちゃんとやればね、稼げますよ。僕の熟成さんでもね、1億稼げるようになった人出てきましたからね。17年かかってないっす。<laughs> ドリアカに入ってね、ドリマカデミアに入ってね、まあ、その男性の方は5年っすか、女性の方3年ぐらいかな。うん。そう。 まあ、だ男性の方はドリームアカデミアの前から心塾みたいなところも入ってたんで結構あの長いか、うん、ドリームアカデミア後にできたんでまあでも1億プレイヤーがもう生まれましたからね熟成からだから僕はもう値上げしていいと思ってますし120万でも安いと僕は思ってますだって実際に1億稼げる塾生さんが出てきてるんですよ1年で1億稼いだ女性の熟成さんも出てきたしね まあでも今報告もらってるのは1億いったのは2人ですけどね女性男性でも男と女2人一人一人いるんでねそりゃ男だからできたんじゃないですか女性もできています <laughs> なんて<で笑>もう1億売り上げ上がってんだから120万安いやろうみたいなね <laughs> もちろんそのやってない熟成さんはね稼げてないですようんでもちゃんとやってるちゃんと勉強してちゃんとやってる人は少なくても1億いかなくても稼いでます もう揺るぎないですだってそれは報告もらってますからね僕はうんだからやれてない塾生さんにもあのケツ叩く上でもね僕がやってやりましょうっていうやってないやつにねやりましょうって言われてもね腑に落ちなくないですか全くね上司がねパズドラのゲームして上司が出会い系アプリしながらねお前ら仕事しろって言ってる上司の言うこと聞きたいですか僕は聞きたくないですね 少なくても上司が一番朝早く来てね、掃除とかしてて、その上司にね、仕事をちょっとやろうぜって言われるんだったら、それはまあ、腑に落ちるけども、全く仕事してない、遊んでる上司にね、仕事しろって言われてね、腑に落ちないですよ、僕は。僕はね、あなたはどうかわかんないですけど。いや、上司の言うことは、上司が仕事してないとか関係ないです。上司が遊んでいてサボってても、僕は上司の言うことを聞きます。上司が全てですって思うんだったらいいんですけどね、僕は思わないですね。 お前仕事してねえじゃねえかって指差したいですね僕は、うん、だからあのー、僕はやりますけどね熟成さんより熟成さんより多分動画の数は間違いなく多いのでその1億稼げた熟成さんの動画の量より何倍もやってますからね、うん、うはいということですいってらっしゃい